ああ。で、そうですね。だから、ユナサポのあだとして、まあもう、ヴィラの結果もこれから追ってかなきゃいけないからね。仮に、ヴィラがね、今日こけて、あ、ユナイテッド勝ったら、もう2差よ。2差なんすよね。CL 圏まで。はえー。えぐない2差は。あ、意外とすんなり。そうよ。来る可能性あるからね。そうそうそう。さあ、ということで、とはいえ、ラスムス、ルークショーが、いない。いやー、これはちょっと、マジで危うい。やばい、キーマンが。次、シティ戦だろ。そうだね。まずい、これは、本当に。まずい。マジでシティ戦前になぜ主力パーツが抜けていくんだと。いや、本当に、だから、ここで離脱かっていうな。しかも連続ゴール中やもんね。いや、本当だな。なあ、それがどこまで行くかみたいな楽しめたところなのによ。もう点取れるのが、ラッシュしかいない。いや、マクトミナイ。マクトミナイワントップやらなかったね。まあそうだけど。ワンチャンやるかなと思ったけど。だからフォーソンだもんな。で、これフォーソンは右だと思うんですけれど、彼左利きでしょって。そうだね。けど。左利き。で、てかガルナチョ右に置くのかどうなんだろうね。まあ実際は。まあでもな、ガルナチョ、ラッシュ、フォーソンのこの、アカデミー三重視。アカデミー三重視よ、マジで。あと、フォーソン君ワントップの可能性もあるか。ああ、まあまあ、時間によって入り、なんかね、サイドチェンジじゃない、ポジションチェンジみたいな。ありそうよね。全然あると思う。なんか使いながら結構試合によって、やったりやったりみたいな、いろいろね。そう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 。うん。全然ありそうよな。いや、マジ、正念場っすね。これマジ正念場だ。でもあれだね、ホームゲームでよかったね。ああ、よかったよかった。ここの一戦目アウェイだったらちょっと嫌な流れが来るんじゃないかみたいな。まあ、オルトラカップ。来た、オルトラカップ。オルトラカップはいっぱいありそうですね。オルトラカップいっぱいある。フラムカップ。フラムカップか。フラムカップ。そしてマウント。まあ、いつ出るんだ。君に関しては本当何なんだと。お前は何なんだと言いたいですけれども。イケメンのアンちゃんと貸してしまったな。生きのいい地元のユナサポみたいな。さあ。さあ、行きますか。ユナイテッド対フラムが先にキックオフ。うわ、久々にチョン見た。チョンだな、今。パーク内でチョン久々に見たな。ヨップ来て負けたっけということで、ちょっとやりますか。ちょっとヨップ来てからのユナイテッド成績を。いや、2回負けてる。ただ、まあ、何戦かって話ですよ。彼が来たのが、初戦負けましたね。フォレスト戦だっけ ?1,2,3,4,5,6 戦戦いまして、はい、4勝1分け1敗。おー。12月31日のフォレスト戦に負けて以降は負けなし。おー。まあまあまあ。そうなんですよ。悪くないんじゃないですか？悪くないんですよ。非常に。勝ち越してるどころか、今季のユナイテッドでこの成績叩き出してますからね。こいつ来たから。関係ない。相当相当。うん、調子はいいわけでございます。じゃあ今更ですが、今日の予想スコアを聞かせてください。どうします？ユナイテッドいくつですか？俺、ブルーの行きそう。それだけ外すんよな。だって前、なんかアウェイで決めてたんだよな。フルアム戦。前回。あ、ボレーだ。ボレーからね。あの、エヴァンスからのボレーじゃなかったっけ？確かそうだったっけ ?1-0 だったよね。ね、うん。なんか相手がクリアミスしまくったところ、最後ブルーのみたいな。うん、あ、そっちか。そんなんじゃなかったっけ？そっちか、そっちか。うん、ブルーの、うん、ね、アントニーがね、お !24 歳の誕生日なんですよ。きたー！確定演出！だってバースデーゴール行きましょうか。いいっすね。で、2対0。2-0で行きましょう。ああ、なるほどね。俺2対1。アントニーとマクトミネ。相変わらず。相変わらずか。よっぽ来てユナイテッド調子いいけど、IG の絶望顔が見れなくなってちょっと悲しい。確かに俺が IG にさ、うん、あの、アドバイス送ったじゃん。はい、絶望した時こうしろみたいな。うん、あの動画以降多分ユナイテッド負けてないよね。そうなんだよな。そうなんだよな。だからあいつ、あの動画が大事に心に響くことがまだないんだよね。いや、いい。いい。まあもちろんいいことなんですけど。いいことだけどね。そう。普通に友達っすからね、あいつは。なんかサッカーキングのさ、カルチョ2020ってイタリア班あるじゃん。はいはいはい。あの人たちが特集するクラブって絶対成績落とすみたいな、そういうジンクスがあるんだって。うんうんうん。それの逆かもしんないね。もう、俺らが調子悪いと思って話したクラブは調子上がるみたいな。アーセルもなんか、うん、そういう動画上げた途端、良くなり始めたか。いや、あれは必然。あれ必然。それでいいんだ。それでいいんだ。それは必然。俺の力じゃない。選手が上手い。ユナイテッドは？ユナイテッドは俺の力。ユナイテッドは俺の力。オーソンか？ああ、ブルーのサイドですね、これ。
サイドブルーノス。サイドブルーノ。で、トップ下、マクトミネですね、これ。ちょっと待って。ちょっと待って、これさ。マクトミネ1トップない。全然ありえない。ありえない、これね。ねえ、ラッシュ左にして、右ガルナチョにして、トップ下ブルーノ1トップマクトミネ。いや、これ全然あるぞ、無理かダメかさすがに。ダメかさすがに右ブルーノが。バレたか、畜生。今日一回見てけどな、マックの。ワントップ。ワントップ。アカデミーでフォワードやってましたからな。いやー、素養はあんだけどな。素養そうなんだよな。なんか言われてるのは誰でコンバートさせたコンバートさせたやつ。割とがっつり9番だったんでしょらしいね。ね。そう、来たしです。9、9、9。9番でね、そう。で、めっちゃディスストライカーやってたみたいな。イニシエスお願いします。ありがとうございます。去年開幕でやったイニシエのエリクセン CF ありますか？そんなのやってないっけ？やってたっけ、エリクセン CF。開幕戦？エリクセンなんか CF やってたっけ？やってたのかな？ゼロトップエリクセン。ゼロトップエリクセンあったっけな？負けまくってた時か？負けまくボロボロだった時。ボロボロだった時は。ブライトン戦とかだっけ？ああ。いや、ないでしょう、ね。ラッシュが陣取ってますよ。いや、サンチョゼロトップに思い馳せた時期とかない。サンチョゼロトップはあったよな。あ、あったあった。それはあった。強かったもんだって。いや、めっちゃいいみたいに言われてたよね。うん。一向に姿は見せなかったけど。誰も見たことない。プレシーズンだけど伝説のフォーメーションでやるというか。もうちょっとベストイレブンに入れたいもんな。ちょっとオナナ。いや、マジキーパーが一番頑張ってるんじゃないかって。うん、後半戦、現段階で俺一番ですよ。いやーうわーもうこれはだからさこれはもうね。これは、ついに訪れた。でもすげえとこ抜けてたな。にしても。なんだ今の。いやーねー。何してんだよ。これ負けるのマジでやばいか。さては。いや、激ヤバっすよ。激ヤバだな。激ヤバかこれ。ああ、シンタラやってる場合じゃねえな、もういよいよ。あ、ビラも来た。ビラも。おいおいおい。あ、4点目入りましたね。4対2か。やばい、これ。やばい。これは話が違うぞ。なんかドフリーじゃなかったか。まあ、最後こぼれたところ。バッセイ、アヤックスだもんな。なあ、そう。これはなかなか、これ入るんだっていう感じだけど。ね、確かに。ああ。天井に刺さってるもんな、俺。あいや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 。さあ、今暫定8ポイント差です。ビラとシール券まで。マジです。それはマジマジで。マジ1点取ろ、1点。そうだな。もう、マジで、こんなことしてる場合じゃないもんな。でも65分でよかったよ。85分だったらもう本当に暗かったよ。いや、確かにだ、うん。こっからって、またちょっと、試合のね、うん、空気が変わるはずなんだよ。うん。1点入ったことによって。間違いない。足踏みしてる場合じゃねえだろ、こんなとこで。さあ。でも試合内容的にはそうも言えないよな。マジでまだ1点で済んでる感ぐらいの、うん。足踏みしてたのフラムだったけどな、試合で言ったらな。ちげえ、今後の CL、CL 行くんだろ、マジで。そうだな。ここだってシアターオブドリームスでしょ毎回、そのよ、そっちの読み方って。いやいや。ねえ、シアターオブドリームスですよ。あと30分見守ろうぜ、もうここまで来たら。結構、本当にだからこういう風に CL 圏内とかさ、うん、優勝とか追いかける側にとってさ、ここで負けるって相当痛いことじゃないですか。まあもうこれはこの後のアーセルとニューカッスルもそうなんですよ、多分。シティとリバプールが勝ってアーセル負けたらもその時点でもだいぶもう。心がね。そう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 。そしてアダマ。今アダマジャージを脱いでましたから。アダマ来るわ、これ。あいつ、ダウンじゃなくて普通にさ、ってか、おしゃれなダウン来てた。ベンチメンバーとかにさ。なんか、あれベンチコースじゃなかったよ、ね。そう、なんか。普通バイダウン。バイダウン来ちゃったやつ。ちょいかなのあれ、いいのか普通になんか怪我してるやつやな、俺、雰囲気で。ベッチコとかじゃなかったよな、今。白いダウン来た。ダウンだったか。なんか、カナダグースとかじゃない。ダウン来てんの、歌舞伎町のキャッチじゃねえウェイトトレーニングはしたことないけど、トレーニングは結構やってんだよね、確かね。ウェイトやったことないだけじゃなかったっけ、確か。
でもじゃなくてもそんなことにならないけどね。まあね、そうそうそう。まず天性の筋肉発達具合を持ってるのは嘘だろ。嘘みたいな体でございます。久しぶり見たけど。やっぱやばいな。体でかすぎるって。ありえないって。やばい。んマジで。いやー。服が苦しそうだもん。こんなパンパンなことある。袖からもう一回膨らむことある、これ腕が。いや、すげえな、これ。これやっぱすげえわ。そりゃ魅力的だわ、こんなやつ。そりゃ人気出るわな。人気出るわ、こんなの。でかすぎるわ。バキだもん、これ。ジャックハンマー。ジャックハンマーでしょ。スペインの異端児。スペインの異端児。カンテラだろこいつ。そうだね、これスペイン代表なのも笑うよ。確かにな。お通って通って、さあディアロディアロディアロ、マグワイア、マグワイア、体でキープ、体でキープ、外行っ、おお、ポストブレイク、おお、これは何、そのキープ真相、マグワイアの。いけるぞいけるぞ、おお、うわぁ、マグワイア、よっしゃマジマグワイアだ、これ来たぞ、マジでマグワイアだ、マグワイア、やっぱこれ CM なんじゃねえか、これおい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 、来た、役者がちげえぜ、怖くねえか、大丈夫か、さあ一応ちょっと怖いですね、うん、な、マグワイアか。あーすごい、何をし、やはりユナイテッドすぎるだろう、俺はユナイテッドだわ、自分のクロス上げたところからね、うん、ちゃんと戻ってますか、あ、あ、ここちゃんと隠れてますね、多分大丈夫でしょう、多分大丈夫じゃない、多分隠れてるんじゃないですかこれ、いや多分大丈夫ですねこれね、オンでしょオンでしょ、いや、これあれですよ。ポジ別最強決定戦のマグワイアですよね。オンだろこれ。あー、オンじゃない、オンじゃない、多分オンじゃない、見逃してくれ。多分。10センチ。うん。10センチオンじゃない、うん。これは大丈夫だね、この足が。あ、あ、大丈夫だ、オンじゃない、いや、まだある、まだある、これいけるぞ、これいけるぞ、これいける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 マジで。AT 次第ではいけるぞ、全然。サスオンだよな。サスオンですね。もうこれはオンですよ。マグワイアが、詰めたの。これいけるぞ、逆転。マグワイアが詰めるって何これは、これは。いや、マジあるぞ、これ。いや、あと、どんぐらいもらえるんだろう。いや、でも5分ぐらいあるんじゃない？ 5 分あるでしょう。うん。5分は攻めれる。全然ワンプレー、ツープレー。あと1回、クロス上げ、られるぐらいのチャンスがあれば、だってまだあとマクトミネ残ってるでしょ、マクトミネが残ってる、残ってるよな、そう考えたらまだカードあるから、うん、顔してんな、うわやばい頭が止めろ、あ、いや、え、入ったの、入ってます、うわ最悪マジああ、もう完全に。完全に。完全にもう。頭、すごかったな、あの突破。あーあー。もう終わってんな、マジ。あれ、アストニアは無理だわ。うん、イオビうまかったね。トラオレもイオビも。エンバペコースじゃん。エンバペコースですね。で、ここの、セッテ、いやでもここトラ、俺をここ止めろっちゅう方が無理な話よな、その後も意外オフとかないないね、全然ないね、あーちょっと行き過ぎちゃった、ね、いやここのニア抜かれて、このエンバペコースはマジ止めらんねえもんな、あのファー行きそうな雰囲気でニアはね、いやーマジだな、これはもうね、本当に入ってるこれ、跳ね返り方的に、いやあまりにも静かだったんだよね、うん、跳ね返り方がね、ストン。ネットが揺れてないから。ネットが揺れてないの、これ。マイクに当たって。うん、もう何のタイムアガイを取ったんだよ。って。ほんとだな。ちょっと。ダメだな。あー、こういう。まだメインパターンあるから、そう、メインパターンあるから。まだ劇的、ドローが。